皆さん、こんにちは。シンクと申します。ないなね、そう、前回の動画で母親にも会いましたって言ったんですけども、年始になってね、弟二人にも会ってるんですよ。で、そのうちね、一番下の一緒にゲームやってるセイ君からね、おね、はい、どうぞってもらったものがありまして、そちらもね、ちょっとだけ紹介していきたいなと思います。セイ君からね、時計いただいたんですよ。時計もね、こちらでございます。はい。可愛くない？こちら、鬼滅の刃の炭治郎のガチャポンだったっけなの時計と、もう一個、禰豆子の時計ですね。こんな感じ。めっちゃ可愛いよね。前ね、トタケケのね、やつもね、いただいたんですけどね、時計いただきました。普通に可愛い。電池抜いておいておきたいレベルだね。超可愛いの。で、子供たちに超狙われるの。ママ、これ何と。狙われてしゃあないんですよね。そう。置いときたいね。どっか飾っときたいね。こういうの、なんか飾っておけるやつ欲しいですね。よいしょ。ってことで、お二ついただきました。あともう一個いただいたんですよ。あともう一つが、開けてないんですけど、こちらでございます。かまど禰豆子。禰豆子の、フェイスタオルですね。ローソンだっけ？あ、そうですね。ローソンのキャンペーンのやつですね。お、こんな感じの、禰豆子の絵が描いてるやつで。いつもね、ローソンでね、お昼とかを買うらしくて、結構買うことが多くて、店のね、会社の人たちのまとめて買ったりすることも多くて、ポイントが貯まるらしく、いつもね、鬼滅の時ね、おねえなんかいるのと。鬼滅のポイント貯まるけど、みたいな。そうそう、今回のやつ貯まるけど、おねえいるのと。言ってもらってね、前もね、禰豆子のね、なんだっけな、巾着みたいな、エコバッグみたいなやつもね、くれたんですよ。でね、今回はね、タオルもらいました。もったいなすぎて開けれん、どうしようと思ってるんですけどね、今。もったいなすぎ、限定もんだからさ、一応ね、言うたてさ、開けれんと思ってめっちゃ迷ってるんですよね。開けたいんですけどね、まだ封一回も開けてない。このままにしとこうかな。可愛いよね。開けて、こういうところの、ね、こう、ファーってかけとくのもありかなと思ってるんですけども、すごい迷ってます。皆さんだったらどうしますか？開けて、汚れないところとかに、こう、保管したりとか。私よくやるのが、本当にゲーム機とかの上にファサってかけてね、ほこり取りじゃないですけど、ほこりかぶらんようにしたりする。本当に最低限でしか使わないレベルの、ね、使い方したりすることが多いんですけども、それかもこのまま取っておくか。皆さんよかったらね、ご参考までに下にコメントお待ちしております。はい、今回はですね、ゲオの系列店、セカンドストリートのゲームを取り扱いしているスーパーセカンドストリートにも行ってきました。ゲオの初売りセール最終日ですね。あの日に行ってきました、ついでに。上に上がる予定があったんでね。で、やってるのかどうかすごい気になってたんで、覗きに行ったんですよ。そしたらね、なんとね、やってたんですよ。マジかと思って。まあ、言うてね、年始からそんなにね、上に上がる時間なかったんで、覗きに行くこともほぼなかったんですけども、一回だけね、二日に上がってるんで、うわ、もったいないことしたなーってマジで思いました。ただ、その日、ぎっくり腰だったんですけどね、私。ぎっくり腰になって、福袋買いに行ってるんで、まあ、多分そんな余裕はなかったんですが、でも、本当にね、やってたみたいで、一応ね、その中でも何個だ、何個か買ってきたので、ご紹介したいなと思います。本当にね、セカンドストリートね、ゲオセールと一緒になってやってる時とやってない時があるんで、本当に毎回見に行かないといけないなって改めて思いましたね。またね、機会がある時にね、ゲオセールやってる時にやってるかやってないか覗きに行きたいなと思っております。今回はね、やってたみたいですね。もったいないことしたな。ではでは、見やすい画角に行きましょう。レッツラゴー！はい。ってことで、見やすい画角にやってまいりました。で、ではね、セカンドストリートで、スーパーセカンドストリートでご購入して、したもののご紹介いきましょう。まずはじめに、今回ね、プレイステーション3しか買ってないです。結構買ったんですけど、プレイステーション3のものしか買ってないですね。こんな感じですね。はい。いきましょう。結構買ったんですけどね。まず1本目、こちらでございます。デモンズソウル。430円の半額でご購入させていただきました。はい。デモンズソウルね、この間ね、ダークソウルをね、買ったんですよ。そうそう。この、一番初めの1月1日にね。じゃあね、デモンズソウルからぜひ、やってほしいというお声をいただいたのでね、デモンズソウルを買ってきました。あったんで。よいしょ。
今日は。時系列的にはこれが一番初めみたいですね。知らなかったと思って。なのでね、買わせていただきました。うん、でもね、入ってるからいいですね。はい、1本目、レモンズソウルでございます。つってもね、内容全然知らないんだよ。世界とは悲劇なのか、今のソウルが試されているということですね。時間あるときやろう。死にゲー、やだな。続いてこちらでございます。はい、アサシンクリードブラザーフットスペシャルってことで、はい、アサシンもこっちでも買いました。実はね、これ見に行ったときね、アサシンの1と2ね、くっついてるやつも売ってたんですよ。ちょっとショックやった。そう、先にゲオ行っちゃったからさ、そう、知らなかった。ゲオ行ったから多分確実に買ってましたね、それね。買わなかったんですよね。まあ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 、いいんじゃないですかね。はい、ってことでスペシャルエディションでございます。何がスペシャルエディションか私には分かりません。何が違うんだろう。それは孤独な戦いではない。影のように月まとう仲間がいる。アサシンなんかこんだけ集めてくるとやりたくなってくんな。いつか絶対やろう、ほんと。さあ、その次でございますよ。その次がですね、はい、こちらアサシンクリードの4でございます。4まで買っちゃった。4のブラックフラッグですね。はい、もうね、いつ終わらせるんだろうね。これ結構長いの知ってるんよ。アサシンシリーズ、いとこの兄貴がね、やってたって前チラッと言ったと思うんですけど、いとこの兄貴がやってるのめちゃめちゃ長かったから、長いのよ、これ。私はいつ終わるのかな。いつ終わらせれるのかわかりませんけどもね、やっていきたいと思ってますけれどもね。ね。はい、ということで3本目はアサシンクリードの4でございますよ。もう全然わかんないんだもん。ね。わかんないけどね、面白そうなのもね、仕方がないね。面白そうなものは買うんですよ、無条件で。お金があれば。お金があればね。お金がなかったら無理ですけどね。続いてこちら、はい、ドラゴンズドグマです。こちらはね、確かね、セール対象で180円になってて、90円で購入したものだったはずです。ちょっとね、レシートがね、私の手元になくてわかんないんですけどね、旦那が持ってると思うんですけど、いないんでね、申し訳ない。で、合ってると思います。もしね、出てきたら、写真撮ってあげておきますね。はい。90円だったっていう理由で買いました。どういうゲームかも、あんまりじっくり読んでません。カプコンの、あれなんですね。ゲームメーカーさん、カプコンでございます。自由度の高い本格アクションロールプレイングに無限の可能性をと言って、ドラゴンズドグマでございます。説明書入ってますね。よいしょ。うん、ディスクも綺麗。ありがたいね。ありがとうございます。どういうゲームなんだろうな。面白いのかな。アクションって書いてるからアクションゲームなんだろうけども、なんかあれだね、モンハンみたい。パッケージパッと見ここだけ 出されたらモンハンみたいって言われてもおかしくないと思う。ということで、何本目、4本目かはドラゴンズドグマでございました。次行きましょう。続いてこちら、白き騎士物語です。こちらもね、430円って書いてるんですけども、セール対象で180円の半額で90円でこれも買わせていただきました。90円だったから買いましたです。そう、衝動買いね。90円だったから買っちゃえと思って買いました。終わらない感動と、終わることのない冒険 RPG ということで、白き騎士の物語ってさ、もう一個なんかあるよね。もう一個の方はお安くなってなかったんで買わなかったんですけどもね、RPG だよね。 RPG って言ってたよね、みたい。おお、絵が可愛いじゃんです。ただジャケットでは絶対変わんねえ、私これね。どういうのかよくわかんないしね、こうやって見ててもね、なんか可愛いってならないから買わなさそう。ね、いい作品なんだろうけどね、多分ね。そうそう、ジャケットで大事だと思う。そうそう、ジャケットの好みはかなり分かれると思う。そうそうそう、絵が可愛いは大事よ、私は。
はい、ということで、90円だったから買いました。白き騎士物語でございます。あと2本ですね。あと2本続いていきましょう。続いてはこちら、戦場のバルキリアです。こちら430円で、の半額で購入させていただきました。これはね、チャンネルてっぺいさんだったっけな、前ね、違ったっけな、やってたと思うんですけどね、配信で。違ったかな、違ったらごめんなさい。違ったら多分ここのトークカットされてる。それがね、なんか、印象的でね、やってみたいなってマジで思ったんで買ってみました。そう、あったんでね。そう、どこのね、うちの近所店舗なかって、そう、セカンドストリートに置いてたんでね、おー、あると思ってね、買いました。そう、面白そうだなと思って、これ。なんだろう、あとシミュレーションなのかなと、アクティブシミュレーション RPG みたいですね。絵が可愛いし、面白そうだし、と思って、買いたいなと思ってて、見つけたんでね、即買いでしたね、これはね。見つけて、そっと普通にカゴに入れてました。そうそう、絵可愛いよね、これね。もうあと面白そうだなって普通に思ったんで、いいなと思ってました。いいね、これやりたい。戦場のバルキリアは、プレイステーション3が一番初めでいいのかな？このままこれプレイできるのかな？できるんだったらやりたいな。プレイステーション3のゲーム何気にね、まだ一回もね、実況もゲームも触ったことほぼないんで、本当に私プレイステーション3のゲームってキャサリンしかやったことなくて、買ってはいるんですけど、触ってないんですよね。やりたいね。いつかのタイミングでプレイステーション3やんないとないかげん。ではでは最後でございます。最後こちらでございます。はい、サムライド4、こちらね1340円の半額でご購入させていただきました。サムライドあったんですよ、この間ね。サムライド2がね、福袋から出たんだったっけな。そうそう、1ってあるのかなみたいな話をしたと思うんですけども、サムライっていうね、ソフトがあるらしくて、それが1だよってことを教えていただいたんで、それも探してたんですけどもね、別のところで。なくて、ないやと思ってて、で、サムライ道も3と4も見かけたことなかったんですけど、2はよくあるんですけどね。じゃあ4があったんでね、普通に買いました。そうそうそう。まあ、私がやるかと言われれば、やらない可能性はあるんですけども、基本的に多分旦那がやってるんでね、いいかなと思って、サムライ道の4買いました。やるって言ったら、やるかなーって言ってたんでね。おう、外れてた。びっくりした。わー、すごーい。くるくる回るんだよね、これね。よいしょ。こうやってね、ぐる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 。サムライド4ですね。これすげえな、パンチ効いてんな。にしても、まあでもやってないんでね、サムライドどんなゲームか実は知らないんで、旦那がねやってるのをザクザクってやってるの横で見てただけなんでね。でもいつかやりたいな。できたらね、サムライからやりたいね。キャラはもしかしたら違うのかもしれないけど、この時代にロリータいるよ、マジか。ロリータがいるよ。なるほどね。はい、ってことで最後はね、サムライドの方でございました。ってことでいかがだったでしょうか。今回はね、スーパーセカンドストリートの初売りセールの1月10日最終日にね、買いに行かせていただいたもののラインナップでございました。いかがだったでしょうか。本当にね、セカンドストリートの方は、スーパーセカンドストリート、基本的にね、取扱店があんまり少ないから、やっぱりね、ゲオセールのタイミングでやってるかやってないかが本当にわかんなくて、やってた時は本当に穴場だと思います。結構残ってることが多いんで、ありがたいなぁと思って、いろいろ買わせていただきました。でね、その取扱いしてる店舗さん、スーパーセカンドストリートやセカンドストリート、ゲーム取扱い店舗さんはね、今でもね、64とかのゲームもホビーとしてね、取り扱われてるので、もしね、行って見かけられたら、ひょっこりあるかもしれないんでね、ぜひとも見に行ってみてください。はい、ってことで、こちらの動画、良かったなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録並び高評価、よろしくお願いいたします。いつもはね、ゲームの実況や生放送、メインでやっておりますので、ぜひそちらも見に来ていただければなと。
思います。ではでは、また次回の生放送か動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。